これまでは人の上に立つ人は時間をきちんと守って自らを律するという時代でした。自分に厳しい人は他人に対しても常に同じレベルでその厳しさを求めるようです。でも正義感や責任感は持っている本人が一番苦しいのです。私は父親が警察官だったので正義感、責任感、使命感というのばかりを教え込まれました。それにがんじがらめにされていてすごく大変でした。それを一個ずつ外していって自由になった時に、ああ、人生ってこんなに楽だったのかと気づきました。今こういうことが言えるのは私自身がそこを通り過ぎてきた人間だからです。人を糾弾し批判し自分に対しても厳しい人は確かにしっかりとは生きているのだけど、あまり楽しそうな人生には見えません。反対に自分にも他人にも優しく生きてると、すべての人の善意と好意の上に生きているということに気がつきますから、すごく楽しいんです。人生は人に優しく自分に甘くでいいのではないでしょうか。これからは自分にも他人にも甘く優しく生きてみませんか。自分も楽だし、何より周りはそういうあなたをきっと歓迎してくれるでしょう。